はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな血液がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、焼きそばを作ります。食べられへんですけどね、食べられへん焼きそばを作るっていう動画なんですけども、まあその焼きそばを作る時に野菜を使うじゃないですか。野菜を使って、その野菜ジュースでもね作ろうかなと思ってます。焼きそば作る時にね、野菜を炒めるわけですよね、火を通すわけですよ。火を通したやつの野菜を取り出して、それをミキサーにかけて野菜ジュースを作って飲んでみます。飲みます。ちょっとね、初めての試みなんですけどね、野菜ジュースね、以前のね料理動画でもね、野菜ジュースでもしてみようかなと思ったんですけども、なかなかあれからね作ってないんですよ、野菜ジュースはね。普通にその、鶏肉とキャベツの、牛乳入れてっていうやつは、ペースト状にするやつはね作ったんですけども、野菜ジュースとして野菜だけでは飲んでないんで、だから今日は人参と玉ねぎとキャベツかを使って、それをミキサーにかけて牛乳入れて飲みますっていう動画を作ります。あ、作りますね、そういう動画を、という動画です。はい、じゃあカミカミですけども、今から作っていきます。はい、ということでね、今から焼きそばを作っていきます。焼きそばを作る途中で、火を通した野菜を避けて、それを、ミキサーにかけて、野菜ジュースを作るっていうのを、ね、していきますね。まず人参を切ります。火が通りにくい、人参からやっていきます。もう皮むけてはなくて、1本半使いましょう、ね、こういうところで。こっちちょっと皮むかなあきません。まず洗います。野菜ジュースを作るんで、ちょっと多めにねやっていきますね。料理動画も何回目やろうって感じなんですけど、まあ僕はそんなに料理を頻繁にするわけじゃないので、慣れないもんなんですけども、そのなんて言うんでしょうか、そろそろ手つきが良くなってきてもいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。あ、こわっ、買って、めっちゃ怖いや、これ買った、人参しりしりでも作るんかっていうぐらいのね数ですけどもね、まあ今日は時間があるんで、そんなに急ぎではないんで、あんまりね、あの野菜多かったらね、子供が食べないんですよね。実は野菜だけ避けるんですよ、綺麗に。そんな時だけのね、お箸の使い方はね上手なんですよね。子供って不思議ですよね。自分もそうやったんかなと思いますけどね。よし、さあこれを耐熱蓋で蓋をして、このままチンします。その間に、玉ねぎを切ります。
切れました。次はキャベツ。キャベツ、この前ね、キャベツの剥き方ね、聞いたんですよ。っていうか、まあ、コメントで教えてもらったんですけど、ここをね、包丁で、根元をね、包丁で切ると剥きやすいと聞いたんで、そのまま。さあ、次はキャベツを切っていきます。もう一回、火が通りにくいんでね、人参はね、2回か3回はチンしたいところですね。もう一回、お、ピーピー言った。もう一回、はい、呼ばれてる。よし、ということで、あっちーちー。はい、次玉ねぎをチンします。そうね、2回ぐらいチンしましょうかね。で、これをこれにちょっと取っておきます。どれぐらい取ろうかな。お、火通ってる通ってる。こんだけ通ったら問題ないやろ。うれ、よし、こんだけ、ここぐらいまで開いてます。ここぐらいまで、これを避けておきますね。これをフライパンで熱しておきましょうかね。さあ、その間にお肉を切っておきます。その間にね、肉を、まあ、半分、500g の半分か、250g ですか、ね、入れて使いましょう。お肉もね、チンで火通すんで、その方がね、以前も言ったんですけど、変な油、アクみたいなのがね、出えへんと、作った方が美味しいんですよね。入れよう。弱火で水分を飛ばしていく感じで。その間にね、肉を切ってね、玉ねぎもね、どうせ入れなあかんですからね。玉ねぎ、もう一回、よし、玉ねぎも届きます。よいしょ、あんま取りすぎたらあかんな。玉ねぎ一玉やしな、二つかみぐらいを。あっちあっちあっち、3つかみぐらいかな。あとは、まあ、これで入れます。よし、ね、いらん油が出てきてます。いらん油を除いて肉だけ入れます。これはね、上手にほぐせれる人やったらいいんですけど、僕上手にほぐすことできないんでね、チンしてやってます。よし、いい感じにほぐれてきたので、とろとろ焼きそばの素を入れます。
よし、あとはひたすら混ぜるだけです。よし、完成。完成です。食べれませんけど完成しました。蓋をしておいておきます。さあ、粗熱が取れたこいつたちを、野菜たちをミキサーにかけていきます。やっと僕の晩ご飯が作れます。さあ、これにおなじみの牛乳を入れていきます。さあ、入れましたよ。ふたふたあった。さあ、いきます。めっちゃ当たりっすね。やっぱ人参が入ってるから人参の色ですね、これね。うん、人参の匂い。さあ、今日もジョッキで。おー、トロトロ。はい、こんな色でございます。人参とキャベツと玉ねぎでございます。いただきます。あ、椅子、ちょっと疲れたんで座りますわ。いただきます。あー、野菜やな。これ体に良さそうな味してますけど、自分的にはそんなに美味しくないです。あー、なんか入れた方が良かったかな。やっぱ味付けいるんかな。あの玉ねぎがね、最後ブワッてきますね。でもまあ体には絶対いいんで。うん、あ、でも最初人参と牛乳が優しくきますね。でも後味玉ねぎ、キャベツどこ行ってんって感じなんですけども。でも、うん、あ、最初の一口目はびっくりしましたけど、二口目からねいけますわ。うん、野菜スムージーってやつですよね、これね。スムージーっていうなんかおしゃれな言い方ですよね。こういうのでしょ、スムージーって。僕見たことないから分かんないですけど、多分これ違う味付けにしやな、僕以外飲まれへんと思います。でも体にはすごくいいんでね、もうちょっと牛乳足してもよかったかなって感じです。うん、ごちそうさまでした。残りはちゃんと後で飲みますんで。いやー、これを、まあ、冷やして、もうちょっと牛乳入れて、後で、でこれに入れて冷やして、子供帰ってきてから一緒に晩ご飯で食べます。ほんまに焼きそば食べたいんですけどね、焼きそばのソースの味がもう濃いんでね、どうしても口内炎が痛いんですよ。多分ここまで火通してたら、野菜とか噛めるんですけどもね、どうしてもこう味が濃いってなると口内炎が痛いんで、で塩焼きそばであっさりしてても、塩味がねすごい痛いんですよ、やっぱり。なのでね、焼きそばも当分食べれないかもしれないです、ね、息子たちに食べさせて、横で僕はこれを飲んで今日は一日過ごしたいと思います。っていうか、もう夕方なんでね、そんなにいいもないですけども、って感じで焼きそば作りながらの、キャベツと人参と、玉ねぎとキャベツと牛乳のミックスジュースですね。ミックスジュースでございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。疲れた。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。元気ちゃうかな。